はい、よろしくお願いします。中学3年生ユニット2 Here we go の教科書の英語の教科書の非ユニット2の話です。修学旅行に行ってますね。それの一言目がこちら、 We are here つって、私たちは、あが隠れてますね。ですよ、ここですよ、なんか俺たちここにやってきたぜみたいな、俺たちここに来たよみたいな、そういう表現をしてます。俺たちはですよ、居場所ここですよ。でいきなりユニット2の1で教えたい現在完了っていう文がここにいるんですけど、 We have finally arrived in 宮島。何は、私たちはハブだから持ってるって言いたいよね。持ってると見せかけて、そうハブと見せかけ、ちょっとファイナリーっていうのを挟むんですが、ここにアライブド、過去形、いやこれ過去分詞なんですけど、ハブハズと過去分詞が組み合わさると別の意味になります。持ってるって意味じゃなくなります。なんかさ、ユニット1の受け身でですよと見せかけ過去分詞になると、ですじゃなくてレルラレルとかになったじゃん。そう、と見せかけシリーズの第3弾です。ですよと見せかけ ING でテイルになったよね。これ見た方がいいか。ですよと見せかけ ING でテイルの意味になったよね。ですよと見せかけ過去分詞でレルラレルの意味になりましたよね。今回ちょっとこの中にはないんだけど、ハブハズと見せかけ過去分詞っていうので、ハブハズと見せかけその後で過去分詞っていうので、持ってるの意味じゃなくなります。じゃあ何、テイルなの、レルラレルなの。これがねちょっと厄介なんですけど、3パターンありまして、その中の1つ目なんですよ。ハブハズと過去分詞、どんな日本語になるのって言ったら3パターンあるんです。それの中の1つ目、ハブハズと過去分詞のこと PP とか呼ばれてるんですけど、ね、読んでるんですけどね、ハブハズと過去分詞で、その1、したところって意味になります。ハブハズと過去分詞でしたところ、ふにゃらりしたところっていうね、するつもりでも、しているわけでも、されたわけでもなく、したところ。で、間にね、ハブハズと過去分詞の間に、ファイナリーっていうのが挟まってるんですけど、これがとうとうとか、ようやくとか、ついにとかって意味です。だから、私たちはじゃん。ここがちょっとごっちゃりしてるんですけど、ここのパートなんですよね。このハブハズ過去分詞っていうのはここなんですよね。俺たちは、ファイナリー、とうとうようやく、アライブっていうのは到着するになりますんで、俺たちはようやくとうとう、ついにようやく、到着したところだ。イン宮島に。うん。俺たちはとうとう到着したところだ。到着したところだ。宮島に。だから長い旅だったんでしょうね。長い移動時間かけて、俺たちはとうとう到着したところなんだ。宮島に。修学旅行の一席が宮島だったと思うんですけどね。そんな風になってます。ハブハズと過去分詞。丸一、したところ。アライブしたところ。丸二と丸三っていうのがあるんですが、このね、丸一、丸二、丸三を見分けるときのポイントっていうのが、パートナーとなる単語、セットで、オプションとしてついてくる単語で、1番タイプか2番タイプか3番タイプかが決まります。ファイナリー、こいつようやくとうとうって意味なんですけど、こんなのがいたらしたところだぜっていう、したところだ。この丸一タイプだ。したところタイプになるんだっていうのを教えてくれる、センサーになってくれる単語が、今ここにも出てきてる。ファイナリー。ついにようやくとうとう。ここにね、ファイナリーいるから、ついにようやくとうとう到着したところだ。それから、ジャスト。たった今。ちょうどたった今。もしここジャストだったら、俺たちはちょうど到着、俺たちはちょうど到着したところだ。たった今、プシューンって電車から降りたぐらいなのかな。ジャスト、ただいまぴったり、みたいな感じで、俺たちはちょうど到着したところだ、にしたけりゃ、このファイナリーが、ジャストに変わります。ちょうどたった今、ふにゃらりしたところだ。はい、もう一個。こっちがいいかな。オーレディっていうのもあります。アルレアディって書くんだけど、こいつはね、すでにとっくに、もう余裕で、みたいな。俺たちは、もしこのファイナリーがオーレディだった場合は、俺たちは、とっくに到着したところだもんね、宮島に。もう余裕ぶっこいでホテルでダラダラしてる感じ、もうとっくに着いちゃったもんねみたいな感じで、もうすでにとっくに到着してるもんねみたいなのがこのオーレディ。もう余裕で、もうすでにとっくに。ファイナリーっていうのはついにようやくとうとうなんかやってやったぜ感が出てくる言葉ですね。ジャストっていうのはたった今ちょうどぴったりなタイミングで、この青いこの3兄弟がこのね、ハブハズと過去分詞の間に入ってしたところの意味になります。オールセ、
これらがいたらこんな感じですね。なんだこれ。こんなのがいたら、したところタイプだぜ。他にもちょっとあるんですけど。結構長いですけどね。この文でだいぶ時間使ってますが。私たちは、ついにようやく等々到着したところ。もしジャストだったら、ちょうど到着したところ。オーレディだったら、とっくに到着したもんね、みたいな。で、宮島に到着したらしいです。3行目。Look, there are some deer, 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 over there. Look, 見て。There are, there is とか there are で存在しますせって意味になるんだよね。中2のユニット読んでやったかな。存在しますせの後は、いくつの何がどこどこにっていう風なコンボでつながります。見てや、存在しますは、いくつかの鹿が、鹿ね、オーバーゼア、向こうにあっちにってなります。一匹でも、百匹でも、これでいいんだって。表記 S いらないんだって。フィッシュとかと同じですね。見て、存在しますは、いますは、よいしょ。いくつかの鹿たちが、オーバーゼア、向こうに。They are not afraid of people at all. They. 彼ら？それら？うん。They っていうのは人間の時もいけるし、人間でもいけるし、物でも動物でもいけますからね。They are not. ですよ、の後のないだから。ではない。彼らは鹿たちを指してます。鹿たちはではない。ではない。で、アフレイドオブっていうのが、これがビビってるっていう状態なり気持ちなりになります。アフレイドオブっていうのは怖がる、恐れる、みたいな。だから、恐れるでない、恐れてないってことですね。状態、この辺か。それらは、鹿たちは、ではない。ビビってる状態ではない。ピープル、人々を。うん。だから、鹿たちは人間慣れしてるってことかな。あいつらは、鹿たちは、ではない。恐れてる状態ではない。人々、人間たちを、観光客とかのね、人々、人間を、恐れてる状態ではない。人間をビビってない。人間を恐れてない。で、アットオールっていうのが全然、全くって意味になります。否定文の後で、アットオールくれば全然ないみたいにね。そう、全然あるって日本語おかしいからね、本当は。アットオール。否定文の後の、ノット踏んだ後でのアットオールは全然ない。だから全然できないとかもあるかもね。I can't play soccer at all. 俺全然サッカーできないみたいに、そういうこともあるかもしれないね。そう、否定文の後のアットオールは全然って意味になってます。That's amazing. うん。なんか、そらすげえや。まあ、それはですね。すごいですね。鹿が人間ビビってないなんてすごいっすね。で、ちょっと場面は変わるんですが、How did they build a wooden gate in the sea? 発音は俺下手ですよ。How did they? How 単品、おお、こっちだ。How だから、どうですね。どう。did でましたか。何は彼らは。この彼らって鹿のことじゃありません。海の中に立ってる鳥居のゲートのことを喋ってますから、昔の人々をまとめてぜいって言ってたのかもね。どのようにましたかね。彼らは昔の人々は何る立てる。立てる。コンコンカンカン大工で立てる。で、何をウッドンゲート。ウッドンっていうのが木で木製の、ウッドっていうのが木だからさ、木製の木でできたゲート、門ですね。木でできた門。鉄製じゃなくて木製ですわ。で、インザシー、海の中。そう、海の中に門があるんですよ。だからそれをどうやって作ったんかなっていうそういう質問してるみたい。どのようにましたか？昔の人々の彼らは建てる木製の門を、インザシー、どこ？映ってるかな？どこ？海に。海に木製の門なんかどうやって作ったんだろうねっていう質問みたいです。で、the gate、その門、海の中にもある門、そして海、the sky、空、and the mountain、そして山たち。なんか、四つ言ってます。they are in perfect harmony. they are, よいしょ。この they はそれらはだから、この四つってことかな。それらは、ですね。ですよ。インパーフェクトハーモニー。パーフェクトっていうのが完璧な。で、ハーモニーっていうのは調和ってなってるから、それらはですね、in、中、居場所、中ですね。完璧な調和の中ですね。直訳すると、完璧な、完全な調和の中です。ってなるんだけど、まあ、完全に調和が取れているとか、完全な調和の中にいる。うん。バランスが取れている。完全な調和が取れている。みたいな日本語が、
訳しやすいかなって思います。で、まあ、何が調和取れてんのって言ったら、門と海と空と、映ってない。門と海と空と山。これが完璧な調和の中にいる。だから、そんな美しい背景をバックに、カモン、おいで、ガイズ、お前ら、みたいな。Let's take a photo together. Let's でしましょうですね。で、take a picture じゃねえ、フォトだ。Let's take a photo.、うん、写真を撮りましょう。一緒に。Let's take a photo together. 撮りましょう。写真撮りましょう。一緒に。この、パーフェクトハーモニーな背景をバックに。ということで、写真撮ったみたいです。ユニットに現在完了、これからやっていきます。